はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、1回目の裁判終わって、なるほどがやや優勢。で、梅尾さんがとりあえず、捕まったのかな？捕まって、次ちょっと次、その真犯人と裁判しようみたいな。ちょっと俺も覚えてないけど、まあ、とりあえずまだ新しく情報収集してる感じだから、やっていこうか。なんだこのシュールなインテリアは。What's your name, ma? なんだ？名前だよ、名前。君の your name を聞いたのさ。What's your name, ma? なるほどですけど。ネインマってな。ミスターなるほどね、なるほど。もしかして君、イングリッシュはノーサンキューなのかな？なんなんだこのおっさんは。僕はコナカマサル、ここの最長、いや、プレジデントだ。ちょっとアメリカ暮らしが長いもんでね。苦手なんだよね、日本語。嘘つけ！ By the way、ところで、どうやら君は新人弁護士らしいね。でなきゃ、この僕に会おうなんて考えるはずがない。どういうことだ。まあいい。で、弁護士風情がこの僕に何の用かな。なんだ、この自信に満ちた態度。先に調べようか。この家とかもうね、もろ、何？この人家にあったやつだから。どこかで見たような偽物だろうか。僕は本物しか興味ないんだよ。そいつは5億は間違いない、ベリーグーな代物さ。いや、なるほど。記憶が飛ぶのが早い。トロフィーが並んでいる。審査員特別残念賞、最優秀参加賞。審査員努力賞、特別頑張ったで賞。審査員だの特別といった言葉が目につくな。大してすごくねえじゃんか、賞自体は。地球を背負った男の像だ。コナカルチャーの社名が眩しい。背負っている男のモデルは当然目の前のコナカその人だ。まさにビューティフォー。君には目の毒だったかな。誰にとっても目の毒だよ。これやばいな、毒。それは逆にセンスを感じるな、この机。とりあえずこれはデスクと呼ぶべき代物だが、いやはやなんというかすごいな、これは。僕のマイバディ、肉体だよ。どう？抜群の曲線美だと思わないかい？曲線美？あ、曲線美って曲線、ケツぐらいしか描いてないけどな、曲線。ここは20階建てのビルの最上階だ。いかにも社長的な眺めが楽しめる。20階建てって言うほどじゃない？ 20階建てって別にそこまで高くなくないか？そこまで高くないよな。ああ、そう。梅尾さんはこの会社の人間なんですよね。イエス、秘書をやらせていたよ。しかし、まさかあんなことをしでかしてくれるとはね。あんなことって、盗聴ですか？イエス、アイドゥ。あ、もちろんそうだよ。確かにこの会社は情報を集めるのが仕事さ。でも、盗聴なんてそんな卑劣なことは、ネッバー、決してしないのさ。どうやら梅尾さんを見捨てるつもりらしいな。事件があった夜はホテルの梅尾さんの部屋に。さあ、つまらないことは忘れることにしてるんだ。好きな言葉はドンマイドンマイでね。いや、でも小中さん、ホテルのボーイがあなたをはっきり覚えているんですよ。 Anyway、 とにかく君に話すつもりはない。聞きたきゃ僕を証人台に立てることだ。ま、君風情ではちょっと無理な話だけどね。そういえば、なぜ検察側はこの男を証人として呼ばなかったんだ。松竹梅と同じものを見たはずなのに。ふうふうふう。警察、裁判所。そんなものはさ、おもちゃなんだよ、僕の。ね。コナカルチャーってどんな会社なんですか？よくぞ聞いてくれたね。いろんな情報を売ったり買ったりする。そんな未来を先取りした会社なんだよ。情報を売る？この10年でここまで大きなビッグオフィスに育てたんだ。
あ、ちなみにコナカルチャーってのはコナカとカルチャーを引っ掛けてるんだよ。気がついたかい？ちょっとおしゃれだろう。うわ、おしゃれー、バーカお前僕のマイアイデアさ、センスねえんだよバカがよ。あのちょっと気になることが。あはん、なんだい？そこの壁にかかってる大きな絵ですけど、いい絵ですね。いつ手に入れた？ちょっと踏み込んでみようか。その絵いつ手に入れたんですか？いつだったかな、忘れちゃったよ。僕はその絵を見たことがあるんです。あー、しかこれ、なるほどだ。僕はその絵を見たことがあるんです。しかも昨日。その絵がなぜ今日はここにあるんですか？ミスター、なるほどだっけ。はい。君は自分の立場をわきまえていないね。君は一体何者だ？え？弁護士ですけど。しがない弁護士だ。くだらない存在なんだよ、君は。あの星影弁護士のようにね。なんだって？殴られた。どうだい、暴行罪で僕を訴えてみるかい？でもね、有罪になるのはなぜか君の方なんだよ。なんだと。いいか、ポリスや検事局は僕の言いなりなんだ。こいつさっきからそんなことを言っているが、一体なぜ？君ごときには理解できない世界で、もう金であれなのかな、権力を。君は星影のところから来たんだね。そうですけど。聞いてみたまえ、彼になぜこの絵がここにあるか。あのじいさんに教えてもらうといい。人間がどれだけ自分勝手に生きることができるかをね。 Go home、 帰んな。もう話すことはない。帰ってやるじゃん。もういいよ別に。聞いてくれおじいちゃんに。あれ先生、僕に気づいていないみたいだぞ。咳払いでもしてみるか。うはん、おい、なんじゃ君か。どうしたんですか、人生の黄昏みたいな顔をして。わしはまだ僕とらんぞ。この事件のことを考えておったんじゃ。星影先生、相当辛いことがあるみたいだ。まあ話そうか。見に来ていたんですね、法廷。まあ、夢では気になって眠れなかった。え、どうしてですか？そりゃあ君、千尋くんの妹。あ、これ聞いたな。聞いてないか。これ聞いた気がするけどな。聞いた気もするな。依頼を断った理由、やっぱりまだ教えてもらえませんか？すまん、少し考えさせてくれんか。かなり悩んでいるみたいだけど、僕にもなんとなく想像はついてきたんだよな。コナカルチャーに行ってきました。そうかね。星影先生、実はさっきから気になっていることがあるんですよ。はて、なんじゃろうな。それは、まあ大きな絵じゃない。星影先生、昨日はそこの壁に大きな絵がかかっていましたよね。絶対に手放さないと言っていたあの絵です。見かけたんですよ今日、コナカルチャーの社長室で。そうか、気がついたか。まあ、あれだけでかい絵じゃ気づくわな、そりゃ。あなたとコナカの間には何か関係があるはずです。か、関係だと。そうです、それは脅迫するものとされるもの。まあどっちかって言っても、まあ、情報提供者っていうのもわかるけど、なんかあの感じするとやっぱこっちじゃない？あなたはコナカに何か弱みを握られているんじゃないですか？あの絵がそれを証明していると思いますけどね。わかった。ちょうどいいチャンスかもしれん。すべて話してそろそろ楽になるかの。君が千尋くんの部下なのも何かの運命なのじゃろ。どういうことだ？小中勝は人を脅迫することで生きておる。コナカルチャーは人の弱みを探り出すための調査会社じゃ。そして私はこの15年間奴に金を払い続けておる。15年間。 DL65 事件のネタでな。あの写真の裏に書いてあった事件名だ。わしが迷いさんの弁護を
引き受けなかったのは、君の考えている通り、小中に凶悪されておるからじゃ。ちょっと、こいつの声が見失ってきたな。結構負担が大きいから。やっぱりそうか。君には言いにくいことじゃが、小中を倒させることは絶対に不可能じゃ。どうしてですか。奴は裁判官、弁護士、検事局長、警察、そして政治家、司法の4人の ネタを握って自由に操っておるのじゃ。なんですって。みんな自分が傷つくことはできんのじゃよ。そんな目でわしを見るな。それが老いというものじゃ。DL65 事件って何ですか。 DL65 というのは警察の事件分類ナンバーじゃ。今から15年前、わしはある霊媒師の依頼を受けた。霊媒師、名前は綾里舞子と言った。綾里。その通り、千尋くんの母親じゃよ。彼女は警察の依頼で、ある殺人事件の被害者の霊媒を負担が、そして失敗したんじゃ。そのため彼女は警察から詐欺で訴えられかけておった。昨日まゆいちゃんが話していた事件だ。わしは彼女のために働き助けてやった。結局その殺人事件は未だ未解決なんじゃよ。それが DL65 事件じゃ。それで星影先生はなぜ小中に脅迫を。 DL65 事件は当時トップシークレットじゃった。当然じゃな。警察が霊媒に頼ったなど絶対知られてはならん。しかし、このわしが漏らしてしまったのじゃ。小中にですか。一時のお金に釣られてな、情けない話じゃ。わしが喋ったせいで警察は歴史的な恥をさらした。彼らは情報を漏らした人間を裏で探し始めたんじゃ。それを知った小中はわしの前に再び現れた。今度はわしを脅迫するためにな。そうだったんですか。小中はこの国の司法を自由に動かすことができる。それでも奴と戦うというなら、千尋くんの事務所をよく調べてみたまえ。千尋さんの。彼女は小中のことをずっと追っておった。もしかしたら何か記録を残しているかもしれん。ありがとう先生。行ってきます。先生、行ってきます。この部屋だけを見ていると、ここで殺人事件があったとは思えない。星影の大先生はここに手がかりがあると言っていた。もう一度調べてみるか。じゃあ普通にここかな。やっぱ所長が手掛けた事件の記録がきちんとファイルされている。あいうえお順に並んでいる。ちょっと調べてみよう。どのファイルにするかな。まあまあ小中だから家業なのかな。まあ赤からいこうか。あ行で気になる項目は、綾里舞子か、千尋さんとまゆいちゃんの母親だ。読んでみようか。読もうか。綾里の名を傷つけてしまった。そう言って母は姿を消した。その母を傷つけた人物、私は彼らを探し出すために綾里の霊力を使って死者たちと語らった。そしてついに二人の男の名前を突き止めた。母の情報を大金で売った星影空之助弁護士、そしてその情報をマスコミに売りつけた男、脅迫を飯の種にしている寄生虫のようなその男の名は。ここから先がごっそりとなくなっている。千尋さん、星影先生のことを知ってたんだ。はいはい、脇見てみようか。まあまあ小中だよな。そらそう、そらそうよ。この部分が丸ごとなくなっている。コナカやるなお前。持ち去られたのか。いや、でもこれあれでしょ、作業になんかあるんじゃないの。隠されたヒントが。別にない。どうしよう、適当に読んでみようか。まあ一応ざっと目を通しておくか。一番大きい項目は、自殺か。嫌な感じ。政治家や警察官の自殺記事ばっかり集めてあるな。はっ。ほとんどの記事の見出しに鉛筆で文字が書かれている。小中か、千尋さんの字だなこれは。
そうか、この記事に書かれている人たちはみんなコナカの脅迫によって。やばくないか、この新聞記事は使える。よし、とりあえず一番悲惨なのをチョイスしてと。新聞記事を法廷記録に挟んだ。なんかあるかな、変わんないかな。でもあ、もう変わんないか。でもこれ次どこ行こうか。次どこ行こう。ちょっと待って、終わったよな。留置場かな。じゃあ松竹名は取り調べを受けているそうだ。今日はもう話は聞けそうにないな。あ、じゃあコナカルチャーで終わりかな。もう一回行って。へえ、君もしつこいね。すいません、でも聞きたいことがありまして。いいかね、ミスター弁護士。僕は同じことを2回言うのが大嫌いなんだよ。ドンバザーミー。僕の周りをうろちょろするな。よくないアクシデントは君にハプニングだよ。この意味わかるな。わからないよ。今更目のこと聞く必要はないだろう。それより、ああ、巨悪のあれか。これが本場のアメリカンジョークってやつだ。震えるだろ。ああ、じゃあ突きつけないといけない。突きつけていいの？もったいなくない？ちょっと。もったいないよな、こう今突きつけるのは。千尋さんが残してくれたたった一つの手がかりだ。これで勝負をかけるぞ。小中さん、見てください。政治家が自殺したという新聞記事です。彼は政府の機密基金を着服していました。ある日突然それがスクープされた。そして翌日彼は自殺しました。それがどうした。この記事は千尋さんの部屋で見つけました。ミス千尋の。彼女はこういう記事をたくさんファイルしていた。そしてその記事のほとんどに小中と書き込んでいました。小中さん、あなたはこの政治家を。どっちだ。まあ僕はかな。あなたは彼を脅迫していましたね。脅迫？彼だけではない、多くの人間があなたの脅迫に苦しんでいるんだ。千尋さんが集めていた自殺記事には全てあなたが絡んでいる。でもさ、これさ、相手のさ、会社の会社っていう本拠地でさ、あんまこういう話しない方が良くないか、お前。逃げられなくなっちゃうぞ、お前。このコナカルチャーという会社は脅迫によって成り立っている。そうなのでしょ。無茶な言いがかりだ。なるほどなるほど。君が今するべきことは何だ。僕を調べることかい。ノー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 、違うね。ミス千尋を殺害した犯人を探すこと。そうだろ。はい、秘書室でございます。ミスターなるほどがお帰りだ。かしこまりました。ただいま迎えの者。待った、コナカさん、あなたの言うことは間違っている。間違っているよ、小中さん。なんだと？今、僕がするべきなのは、あんたを追い詰めることなんだ。どういうことだい？千尋さんはあなたのことを調べていた。そしてあなたは梅を使って千尋さんの電話を盗聴していた。そして殺人事件が起こって、あなたの資料が消えた。さて、犯人は。子供でもわかる。あなただ！はい、秘書室でございます。迎えの者はノーサンキューだ。代わりにこの電話を検事局長につないでくれ。かしこまりました。少々お待ちください。なんだこの子の。小中君、こんな時間に困るよ。ヘロー、検事局か。検事局長かい。僕は気が変わったんでね、明日証言したいんだ。何のことかね。綾里千尋の事件だよ。僕は目撃したからね。証言したいんだよ、とびっきりホットなやつをさ。どうしたんだ。法廷には出たくないって。シャラ、気が変わったと言ったろ。あ、それから大至急誰か警官をここへよこしてくれ。目の前にそいつがいるんだよ、バカ面ぶら下げてさ。誰だねそいつって。決まってるだろ、犯人だよ犯人。
僕が見たね。なんだって。おい小中君、君は待たないか。検事局長、君は僕に意見できる立場じゃないだろう。とにかく早く警官をプリーズだ。言っただろう。なるほど、君はしがない弁護士だと。ミス千尋もそうだった。なんだと。僕は君を告発するミス千尋殺害の犯人としてね。これはきつくないか。これはきついぞ。こんだけ権力持ってさ、周りの何裁判官やら、まあ、あの人もペコペコするか分かんないけどさ、周りの人はみんなペコペコする中さ、俺が犯人とされたらやばくないか。そして君にはろくな弁護士がつかない、絶対に。あ、星影さんがいるじゃん。僕はこの地区の弁護士協会にも友達がいるんでね、想像を絶するようなものすごい弁護士をプレゼントしよう。クラクラしてきた。あ、エトノコゲル刑事、ただいま到着したっす。あんたは確かやっぱりくんっすね。なるほどです。あ、そうそう、なるほどっす。やっぱりは確か殺人犯の伊藤のこぎりくん。ちょっと系統似てるからやめて。伊藤のこぎりくん、殺人犯を渡そろよ。なんすと。 Go with him、 連れて行きたまえ。 Goodbye。 なるほど、手強い敵だな。ただでさえ検事が強いのに。あれから一日が過ぎた。いよいよ明日は僕の裁判だ。小中は僕を罠にかける気でいる。当然検察側もグルだ。おそらくあの三剣も。昨日僕の担当だと名乗る国選弁護士が現れた。しかし僕は断った。一つ考えがあったからだ。さん、弁護士さん。あ、あよいしょ。あ、しかし、よかったね。で、出してもらえたんだ、留置所。まあ、画像逆だけどな。あ、でも逆でもないか。どっちでも警察いるか。そっかそっか。はい、さっき弁護士さんのおかげです。あ、なんだか立場が逆になっちゃったね。どうしてですか、なんで弁護士さんが。僕はこれまでのことをマヨイちゃんに話した。そんな、そのとこお母さんを、お姉ちゃんを、そして弁護士さんまで。許せない。弁護士さん、私に何かできることないですか。え、あるかな。弁護を頼む。弁護士資格ないじゃん。じゃあ応援を頼むよ、法廷で。応援ですか、あの高校野球みたいな。うん、そうだね、うん、それわかりました、任せてください。じゃあ早速学生服と太鼓を買いに。いやいや、ちょっと待った。だって資格ないからさ、弁護士になってなんか言えるわけないじゃん。あ、まさかなるほどのバッジ渡すとか。あ、その手があったか。なんですか。冗談に決まってるじゃないか。そんな。いいよいいよ、ありがとう。気持ちだけで十分だから、やってもらえることもないし。ダメです、それじゃ。じっとしてられないんです。その男にギャンと言わせたい。ギャンとね、わかった。じゃあ明日法廷に来てくれるかな。あ、はい、ありがとうございます。頑張ります、私。あ、弁護士バッジ渡すとかいけたかもな、もしかしたら。世紀は変わっても相変わらず犯罪は増加の一途をたどり、時間のかかる法廷のシステムでは処理しきれなくなってしまった。そのため数年前から設置された初審法廷の期間は最長でも3日、大抵は1日で終了してしまう。もちろん有罪判決でだ。まさか僕自身が被告席に立つことになるとは思わなかった。明日は真犯人が目撃証人として法廷に出てくる。僕かあいつか、最後の勝負だ。あ、これちょうどいいかな。ここで終わろうかな、じゃあ。はい。じゃあ、ここで、ん？ああ、よかったよかった。じゃあ、ここで一旦終わるわ。じゃあ、あざした。